ボディン。はい。あ、よろしくお願いします。週刊ウニュです。岩井まさかです。岩井まさか YouTube からお送りしています。そしてお相手は。はい、三好純一でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まず振り返りということで。はい。まあ、早速、ムービーを見ていきましょうか。これかな。共有。画面が、よいしょ、こうだ。これですね。これはつまり、一辺一の正六角形が重なりながら回っているということですよね。そうですね。なかなかでも、この紙でこれはできないですよね。あの位置がずれますもんね。そうですね。ただ並べるだけでもだいぶ苦戦しそうですね。そうですよね。なんかね。まあ、どっちが上だっけってやりますよね。うん。で、一応、色は、三好さん指定の中。そうですね。まあ、なんだろう、日本っぽい感じですかね。ああ。なんか、和菓子の模様みたいな感じですね。はいはい。この中3本とんがってるやつに名前はあるんですかね、これって。あれ何でしたっけ、なんかありますよ。ありますか、和柄にありますか、ね、なんとか亀甲とかそういうやつかな。亀甲ですか。忘れたけど。ああ。もうこうなると、だんだんエッシャーが近くなってきますよね。ああ。まあまあ。そうですね。だから、まあ逆に言えばというか、面積一定でやりたい感じもありますよね。ああ、それはそれで確かに。なんつうの、六角形の辺をふにゃふにゃ変えていけば、ガンガンふにゃふにゃ変わって、なんなら、そうですね、それがよくあるエッシャーの模様にもなっているかな。面積一定だと、中心が動かないですよね、きっと。あ、動かないんで、まあ、格子が固定で。辺がうにゅうにゅう動くだけになりますけど、うんうんうん、それはそれで、そうですね、エッシャーを理解しやすいっていうか、まあ、かな。はいはい。いや、六角形は、紙でやるのも大変ですよね、きっと。よくあるエッシャーのやつは、正方形とか、長方形とかでやってますもんね。ああ、そっかそっかそっか、確かに。でも、この六角形の方が、丸いですよね。そうそう、前回もネタ出しの時に言いましたけど、三角形、四角形は割と動きが大きかったけど、だんだん丸に近づいたせいか、こう、動きが小さいですね。なんかね、動きが滑らかですね。うん、てか縮んだり伸びたりもこうそんなに大きくない。あ、そうですね。緩やかですね。三角形も三つどもえですかね、あれね。六角形も三つどもえなんですかね。そういうことになりますかね。あ、そうかそうか。それはそうかも。だから格子としては一緒で、三角形は隙間ができるんですよね。そこはどうだったかな。ああ、そうですか。ああ、元のやつはね。そう、ね。また、三角形もやってみてもいいですけどね、この。ああ、そうですよね。あれ、なんか、そうそうそう、なんか図だけで書いてあるよりは、やっぱり動いた方が。で、まあ、アニメもなんか線画で作りはしたんですけど、まあ、そんなに。ああ、まあ、書いちゃった方が、今となっては早いので。うん、もうだんだん慣れてきたですね。おー、さすが。慣れてきたけども、もう、ちょっと気持ち的にはもう、ちゃんとできればいいやっていう気持ちです。はい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 。ですね、つまり、数理を考えずにもう、こことここを合わせればいいんで、その計算でやっちゃいっつって、なんつうか、なんていうんですかね、もう、行き当たりばったりって言っても、まあ正しくできてはいるんで、ちゃんと正しいんですけど、なんかもうこことここが合わせればいいんだって言って、ガンガン計算していっちゃうんで、なんか、だから逆算とかがちょっと難しくて。なるほど。今回なんか変の長さ基準でやられたっていうんで。あ、そうそう、変の長さ基準は、つまりこの、
いや基準なんですけど、もはやあのいわゆるイーズ関数っていう滑らか関数が入ってるんで、うんうん、もはや何でもないんですけど、だから元がですね、いやうまくやればこの中心がですね、あのくるくる一定量で回るようにもできるはずなんですけどね、とかね、あの風車っていうか、はい、まあ、角度一定で回すのもできるんですよ、これは。うん、でそれはそれで、まあまあ気持ちはいいんですけど、ね、うん、それをまだやっていない。はいはいはい、やっていないで、その、なんですか、この中から、中心から伸びる長さが0から1に変わるんですけどね、そこを基準に作り始めました。うん、結局そのイージングを、そのイージングは三好さんのこの間のやつを流用はしましたけど、うん、はいはい、だからその辺けど止め時間は作ってね、六角形とそのなんちゃら亀甲のところで、はい、うん、まあ変基準で作ってでイージングするか、その角度基準で作ってイージングするかの違いみたいな。角度の方がいいですね。まあ、うん、この前の正方形の場合は角度、そうですね、まで計算できたんでパラッてやっちゃったんですけど、うん、なんか若干計算が難しくなってって感じですかね。はい、これずっと見てて、あの白いところを見ると目になんか残ってると思います。ああ、まだまだ優しい色だからですね。実はあの色はあの赤、青、黄とか、なんかこのビビットっていうかね、うん、原色みたいな色の方がね、あの、再生回数が伸びるような気がしますね。あのクリックしやすいんでしょうね、あの派手な方。そうか。まあ、という、はい、音で、つまり逆回転もありうるってことですよね、これ。あの逆回転。これ、右回りですよね、はい、なんとなく。はいはい。だから左回りもやろうと思えばできる。それはそうですね、逆順に並べば。ですね、みんな右回りですよね。はい、なんか正方形のとこと、まあ時とちょっと微妙に違うのかな、ちょっなんかわかんないんですけどね。なんか正方形の時がのが合ってんのかどうかが若干心配になってきたんですけど、まあまあまあ、あれはあれで正しいかもしれないです。どの辺のことなのかちょっと今よくわからないですね。まあまあ、はい、まあ、はい、これはこれで、でまあ YouTube の方で見てもらえばもっと滑らかに。あ、そうですね。動きますので、はい。それは概要欄に書いておきますので。はい。あ、てか書いてありますね。はい。はい、ということで、じゃあ今日、今週っていうか今日は、これでおしまいということで。はい。チャンネル登録や、高評価、ポチってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。